身でパイモン役を演じさせていただいております古賀葵です。よろしくお願いします。剣心はもうまずやっぱり絵がすごく綺麗で、もうなんかこんなに今の技術はすごいのかってびっくりするぐらい本当に美しくて、だし世界観もすごく素敵で、なんかこういろんな街ごとにこうちゃんとテーマがあって、だしこう本当に絵の作りが細かくてここまで描くんだっていう、もうなんかとにかく絵の凄さに感動いたしました。はい、やっぱパイモンちゃんはめちゃめちゃ可愛くて、もうあの白くてふわっとした生き物が、あのもう横でふわふわしてるって考えただけでも幸せですよね。なんか本当に食べちゃいたくなるような存在だなって思うんですけど、本当になんか最初はあのキャラ絵もすごく可愛らしいので、こうちょっとなんかふわふわしてる、ちょっと天然系なのかなとか突っ込まれたりする感じなのかなとか思ってたんですけど、こういざ台本をいただいて収録してみると、一人称がオイラって言ってたり、あと結構こうやんちゃな言葉遣いをしたりするので、あ、こういう一面というかこういうやんちゃ系な結構元気な子なんだなっていう、ちょっと最初のイメージと変わって、でもこうなんだろう、やんちゃな言葉遣いをしたり、おいとかなんとかだろってたくさんあの突っ込んだりするんですけど、でも嫌味じゃないというか、こうその可愛さゆえにこうちょっと悪態ついてもちょっともうパイモンだから仕方ないなみたいに思えるような、そういうこう何でも許されてしまうような愛らしいキャラクターで、とっても演じてて楽しかったです。はい、似てる部分、似てる部分はどうだ、でもパイモンちゃんは結構あのご飯を美味しく食べてくれたりするので、そういうところはあ結構似てるなって思ったりするんですけど、そう似てない部分はオイラとは言わない、飛べない、飛びたい憧れますもうこれがいや選びきれないですよ、本当にいすぎて、やっぱでもまずはやっぱ銀融野郎ウェンティはやっぱもう最初にドツボにはまりまして、あのなんだろう、帽子の形とか白タイツのあんなに似合う子がいるのかっていうのと、ここの横のサイズの三つ編みの絶妙な長さとか最高なんですよ。あと飛んだ時のすごいめちゃめちゃ高くこうバーンって飛んでふわってしてるのがもうかっこよくて、かわいいのにかっこいいっていう、なんかもうすごいずるいキャラクターだなって思います。あとはでもクレイちゃんもかわいくて、もちろんボイスがまた本当にかわいらしいんですけど、もうあのなんだろう、その全部が可愛くて、あの爆弾を背負ってるリュックっていうんですか、ランドセルみたいなリュックがすごいなんかもう細部まで凝ってて本当に細かすぎるし、あの走る時のあのブーンってこういう動きするのがすごい可愛くて、見てて飽きないんで、もなんかずっと見ちゃいそうですね、これプレイ始まったら。だしもっといるけどどうしよう、あ、やっぱりあとゆくあきさんが最高に最高でした。もうあのてかもう本当にキャラクター一人一人がもう衣装が本当に細かいんですよ。衣装ももうビジュアルもそうですけど、本当に全てが細かくて、この布の裏地の方とかフリルの感じとか、この細部のこのリボンの感じとかすごい細かくて、もう全部をこう舐め回したいんですけど、私プロフィール画面のところで、あのボイスをたくさん聞けるのが最高でした。やっぱ男の子っていいですね。ありがとうございます旅をするなら何しよう。あ、でも
原神の世界ってなんか美味しそうな食べ物がいっぱい出てくるんですよね。なんか結構パイモンちゃんもセリフで美味しそうな名前の、 あの料理名を言ったりしてるので、それをちょっと食べ歩く旅に出たいですね。なんかなかなかこう普段我々が聞かないような食材とかも出てきたりしてるので、どういう食べ物なんだろうっていう気になるのと、どんな味するんだろうってすごい気になるので、ぜひパイモンちゃんと一緒にグルメ旅に出たいなって思います。この原神は本当にまずもう絵が素晴らしいですし、どこの町とか村に行っても本当に細かい細部まで見ていただけると本当により楽しめると思いますし、何よりキャラクターの豪華さ、声優さんも豪華ですし、絵も本当に細かくて、一人一人がこう全部こう攻撃とかこうなんか武器をしまう時でも一人一人みんな違う動きをするっていうのがすごく凝ってて、本当に制作されてる皆さんの愛とかこう情熱がめちゃめちゃ伝わってくるので、そこもしっかりと見ながらゲームを楽しんでいただけたらなと思いますし、こうパイモンちゃんもねすごく主人公さんたちと一緒にこうずっと一緒に旅をしていくので、良きパートナーとしてこうなんだろう連れ回していただけると大変嬉しいです。はい、楽しんでください。旅人の皆さん、楽しんで